広野火力発電所高野駅広野駅前2012.823高野町は福島県浜通りに位置し、双葉郡に属する町、岩木都市圏を構成する、東京電力の高野火力発電所1から5号機がある。江戸時代頃までは農村としてだけでなく、浜街道広野軸の宿場町としても栄えた。冬でも雪の少ない温暖な気候であり、J ビレッジの開設後、 小規模ながらも浜通り屈指の観光地として知名度を上げている。キャッチフレーズは東北に春を告げる街。当町は2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震により発生した福島第一原子力発電所事故により、朝鮮域が緊急時避難準備区域に指定され、町民が避難した。緊急時避難準備区域は同年9月30日に、 解除されている。福島原発事故により、2011年3月15日以降、役場機能を、小野町民体育館内に移転していたが、同年4月15日に、岩木市にある FDK モジュールシステムテクノロジー、岩木工場の社屋内に再移転し、湯本市所として設置した。緊急時避難準備区域解除後、住民の帰還を促すため、2012年3月1日に、 役場機能を元の高野町役場に戻した。湯本支所は同日より湯本出張所とした上で一部の業務を継続する。なお、福島原発事故の警戒区域は2013年11月、現在解除されている。ありがとうございます。